はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、This is the Police 続きをプレイしていきましょうというところで、例によって一面から確認していきましょう。正教会代表フリーバーグを視察予定。なんかこれは警護の話が来そうな気もしますね。もう一つはアンティークネックレス盗難で住民らが市長を非難。なんで市長なんだろう。で、最後。フリーバーグ失業率が1%以下に減少。これはなんか良さそうなニュースですね。では、今日も元気に出勤していきましょう。お、デブリット、お前は確か、レッドマスクのリン・ヒーを捕らえるための主任刑事だったはずだよな。今日はダメだ。休まれては困る。今日は子供たちの親権について判決が出る日です。子供たちは泣いて私と一緒に暮らせなくなるかもしれない不安と戦っています。ごめん、今日は働いて。今日は働いてくれ。申し訳ない。ちょっとね、悪いことしたかなっていう気もするんですけどね。何と言ってもね、犯罪組織。おお、市から、フリーバーグ警察の仕事ぶりは満足いくものではない、従って予算を削減させてもらうと。仕事スロットを1つ失ったということですが、今、空きスロットが1つあるんで、まあ、空きスロットがそのままなくなる感じかな。では、早速、前回のね、おっとアームストロングだったか、主任刑事は。申し訳ないことしたな。いや、てっきり、さっき子供の親権の判決が出るって言ってた刑事が主任刑事だと思ってたんで、休めないにしちゃったんですけどね。主任刑事はアームストロングでしたね。まあ、いずれにしてもニンヒーは絶対捕らえておきたいので、ヤンシーと、あとは浅野、さらにスワットチームも送りましょう。で、さらに、市庁舎に行って、刑事を1人追加してくれって申請をね、出しましょう。却下される可能性ももちろんありますが。で、職員たちが何に対し正式な苦情を申し立てた。今、こちらで情報を集め、状況を確認しているところですと。まあ、さっきな、ちょっと無謀な感じで、休みを却下したからな、組合が怒るのも納得ですね。で、護送車についてですね、数人の犯罪者を逮捕する場合は問題ないが、大勢の犯罪者を一度に逮捕する場合は、護送車を使うのも手だ。熟練の警官なら、そんなものがなくても大丈夫かもしれないが、ほとんどの警官の場合、状況に応じて護送車があった方が安心。残念ながら、現在の警察署にはそれを入手する予算はないと。残念なニュースも一緒に 飛び込んできましたね。で、今発生している事件ですが、殺人未遂。アイスクリーム販売車が少年をはねた。救急車が間もなく到着したが、少年は現場で死亡が確認された。近隣住民たちは怒りをあらわにし、ドライバーへの厳罰を求めた。ドライバーの男は現在救急車の中におり、救急隊員たちは群衆に説得を試みているが、手に負えない状況に陥っていると。これはちょっと危ないですね。小泉を送りましょう。小泉を頼むぞ。小泉、群衆がね、暴動にならないように。さあ、タレコミ屋だ。どうやら職員たちが陰謀を企んでいるらしい。どんな陰謀だ。やめてくれ。頑張ってるんだ。んで、レッドマスクの壊滅には失敗したが、今、ニンヒーを、なんとかね、逮捕しに行ってますけど。で、ジョナサン・ビーズリーは今日、溺れそうになっていたウォレス・グーリン上院議員を助けてヒーローになった。ウォレス・グリーン上院議員はなんで溺れそうになってたんだろう。議員からの勧めで長辞したこの警官の功績を称えることにした。式は7月27日に予定されており、そこにはマスコミも訪れることになっている。さらに、グリーン上院議員の家族が直接警察にお礼を言いたいと言っている。式の前にこの警官に何か起こっては困る。彼に無事に席に出席し、メダルを受け取ってもらわなければならない。ビーズリーね。覚えておきましょう。
グリーン上院議員はなんで溺れそうになっていたんだ、プールで遊んでたんだろうか。おお、捕まえましたね。レッドマスクの2番目のニンヒーを捕まえましたね。容疑者全員逮捕。次はジンヤンだな、ジンヤン。さて、盗品販売のレッドマスクの、まあ、親玉ですよね。中国ビジネスマンに売っていたということが、ここはデブリットを送り出すか。頼むぞ。サンドからだな、今度は。黒人のギャングが私たちの経営する店を襲撃して手に負えない状況になっている。まあサンドの言うことは聞いときましょう。これに、オースティンに、黒人だろう、黒人には黒人だよ。さらにプライスもつけましょう。射撃の名手。状況は思ったより深刻か。さっきのアイスクリーム販売者が少年をはねて死亡させてしまった事件ですね。これにはじゃあさらに椿も送って3人体制にしましょう。こういう時にね、さらに重大事件が起きると警官が全員出払ってるんでね、署長自ら出動っていうのができたらいいんですけどね。ヤンシーと浅野が戻ってきて、サンドの話ですね。今日の18時30分に裁判所でちょっとした用事がある。札の邪魔が入らないようにしてくれ。なるほど。18時30分で、ね、裁判所、覚えておきましょう。で、さらに盗品販売の話ですね。まずは、大きい取引はジンヤン本人が行うと。で、中国人ビジネスマンのボーンスーが内密にフリーバーグに到着。彼はあのネックレスが17世紀に自分の一族から盗まれたものだと確信している。商品の引き渡しに関しては、ジンヤンは取引の際、客乗りをしてレストランに座る。買い手は事前に彼女がどの席に座るかを知らされていると。おお。ってことは、事前に接触もちろんしてるわけですね。ボスはボディーガードや運転手なしで行動することが多い。で、支払いに関しては買い手に前払いを要求。現金での取引は絶対に行わない。なるほど。ここがレストランなんですね。これは何者なんだ？これがジンヤンなのか？ジンヤンは女だと思ってたんだけどな。で、騒音の苦情製材所。もう1時間以上にわたって気味の悪い叫び声が製材所から聞こえてくる。どうなってるんだ？ただ寝ようとしてるだけなのに。様子を見に行ってほしい。と年配の男が警察署に通報してきた。まあこれはまずはじゃあ浅野ちゃんに行ってもらいましょう。浅野ちゃんに。一人でなんとかなるだろう。騒音ぐらいだったら。で、殺人未遂の報告に関しては、犯人を捕まえた。これ犯人を捕まえたっていうのはどこの犯人のことなんでしょうね。暴動を起こそうとしていた住民側なんだろうな、きっと。まさかね、その場で救急車の中にいた人を逮捕したとはちょっと思えないしな。さて、今度は、ジャック、私は大量の車を所有して動かしているから、運転手たちのためにワークショップを開こうと思っている。乱暴な運転をして君の部下に捕まるようなことがあっては困るからね。というわけで、昨日優秀な部下3人ほど派遣して、まあ要は交通ルールとかをね、一度指導してくれってことですね。で、お礼に護送車を1台寄付してやろう。いやー、もうこれは絶対派遣するよ。護送車欲しいもん。3人いてよかった。さらに射撃の名手プライス。で、製材所の苦情か。製材所は9フィートの高さのフェンスに囲まれ、ゲートは中から施錠。中から叫び声が聞こえてくる。ああ。まずはゲートをノックだよな、普通。男が少年を丸のこぎりで脅していると。なるほど。これは確かに狂ったような叫び声あげるよな。まあ男に銃口を向け少年を解放するように命令するだろう、普通は。
逃げられたか。何？さらに市民が死亡しただと。これは少年が死んだんだな。いや、悪いことしたな。ドラッグストアでの強盗事件。深夜営業のドラッグストアから110番通報があった。薬物依存者が違法に店内に侵入し、女性の薬剤師を脅してキャビネットを開けるよう命令している。薬物異常者か。危険だな。薬物異常者は危険なんで、2人派遣しましょう。優秀どころを。護送車早く欲しいしな。ヘンリーサンドから連絡が入ってきた。頭の空っぽのマフィアの連中と一緒に街を走っていろいろとルールを教えてやりました。これはサンドって言ってもあれですね、親玉の方ではなく護送車をくれるって言ってた方ですね。よし、護送車もらったぞ。非常にありがたい。これで大量の犯罪者どもを一気に豚箱にぶち込んでやることができるわけですね。で、殺人か裁判所で、ちょっと中身だけは見ておきましょう。判決中、アルバート・ラミレスという名の連続殺人犯が裁判所の執行官が所有するホルスターから銃を奪い取り、複数の証人を撃った後、法廷内に立てこもった。え、すごいなこれ。裁判所の執行官が所有するホルスターから銃を奪い取りってなかなかの強行だけどな。これは無視しましょう。サンドから金がもらえるんでね。で、ドラッグストアの薬物異常者の事件は解決しましたね。いや、本当にこんな重大事件を見過ごしていいんだろうかっていうね、気もしますけど、サンドには逆らえないし、何よりもサンドからこの件見逃すだけで60万円もらえるからな。かなり高額なボーナスですよね、60万もらえたら。住宅街での暴行事件。救急医療班が胸の痛みを訴えている男のもとに到着。治療中、突然その男が救命士に襲いかかり、世界的製薬会社の陰謀について大声で叫び始めた。え、どういう状況だよ。まあ、これも小泉とバーディー、この二人を投入しましょう。今回護送車ゲットしたんでいいでしょう。で、クリストファーサンドからのお礼が届いてますね。60万円。どんな裏事情があるのかそこまで知りたいけどな。市民が死んだが、これそろそろ市役所に怒られそうだな。なんとかしないとな。で、住宅街の暴行事件ですね。アパートのドア、中から施錠、中から悲鳴のような声がする。まあ、まずはドアをノックだよね、普通に。何？被害者は縛られた状態で床に横たわっている。犯人はその被害者の上に乗り、不審な液体が入った注射器を握っている。床には漂白剤のボトルが置いてある。これ漂白剤をする気だな。まあ、これはあれだな。どんな策略なのか教えてもらいましょう。世界的製薬会社の陰謀の話ですよね。犯人の男は起き上がるとテーブルに置いてあった書類をつかみ、全てはここに記されている。必要な証拠も。奴らはこの治療薬で俺たちの精神をコントロールしているんだ。へえ。警察署で話をしてもらおうっていうのがね、なんか一番いい気がするけど。お、捕まえたね。さすがにこの小泉バーディーコンビは強いな。で、盗品販売の方は、おー、新しい写真が3枚入ってきたな。そしたら、まずは男が入ってきて、これでどうだ？違うか。違うよな。まあ、順番で言ったらどう考えても、こうだもんね。ってことはまだまだだな。もうちょっと証拠写真を集めてもらいましょう。んで、殺人の方はというと新しい写真を入手。ほう、捜査を開始しましょう。これも
どうなったかというと、いや、全くわからないな、これ。結局、これは全く関係ないでしょ？車の色が違うからね。いやー、まだまだだな。これもちょっとまだわからないですね。いやー、今日も疲れた。ビールがうまいぜっていう時間なんだけどな。もう深夜の2時だけど、まだ帰れないのか。やっと帰れる。ほんと激務だな。何？デブリットがかなり危険な状態だな。デブリット、お前は休んでいいぞ。はい、というわけで、10日目。まあ、ちょっとね、市民に犠牲が2人も出てしまった10日目だったんで、ちょっと市に悪印象を与えすぎてるかなっていうのがあるので、もう少しね、気合を入れて警察官としての任務を果たしていきたいなというふうに思います。というところで、10日目ですね、プレイをいたしました。いかがでしたでしょうか。次回は11日目プレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。